皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスルー、歌うこしの滝沢でございます。今回はクリスマスソング特集ということで、なぜかドラムの動画を撮ろうと思ってですね、こちらは相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております。本当、もう何やってんだよって話なんですけどね。僕も何やってんだって思うんですけれども、まあ、頑張ってますということです。頑張ってます。ですね、正直僕はそんなにドラムが得意というわけではないので、見てるところのね、なんつうんですか。はあ、お前全然できてねえじゃんってなっちゃうときも、ツッコミどころもあるとは思うんですけれども、まあ、その辺はご愛嬌でお願いしたいなと思うところでございます。僕がこういうところに気をつければ、その演奏がしっかりするんじゃないのかなというポイントをですね、僭越ながらアドバイスさせていただきますので、まあ、ぜひ参考にしていただけると良いかなと。演奏をかっちりするために2つの大事なポイントを説明させていただいていて、その後にこの余談でいろいろと、ほにゃほにゃほにゃっとフィルインのこととか、なんかスティックの回し方とか、そんな話をさせていただきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。それではまず基礎的なことをお話しさせていただきます。1つ目の気をつけたいポイントは、180にちゃんとついていくということです。速くなってもダメだし、遅くなってもダメ。まあ、当たり前の話ですけれども。けど、これがなかなか通して難しい。この曲の中で3つのリズムパターンが出てくるんですね。順番やってみます。まず1つ目は A セクションのところのパターン。右手が8分音符になるパターンですね。やってみます。まあ、こんなパターンなんですけれども、右手がガチガチにまだ硬い人はですね、相当しんどいと思うんですよ。本当もう3小節、4小節やったらもう右手が疲れてきた、もうこれ以上動かへんってなってしまうかと思うんですけれど、しっかりとこの手首と指を使ってですね、180をずっと叩き続けられるように練習してみてください。もうメトロノーム相手にひたすらタタ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 と手首を柔らかくする練習を重ねるということです。で、2つ目のリズムパターン、B セクションのところですね、右手が四分音符になるパターンです。やってみます。まあ、こんな感じの右手が四分音符になるパターンです。こっちは逆に余裕なんで速くなりやすいと思うんですよ。速くならないように気をつけてください。しっかりと心の中で180をカッ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 と刻み続けるということが大事です。で、3つ目のリズムパターンは A2 セクション、2枚目の A2 セクションですね。やってみます。まあ、こんな感じのパターンですね。右手と左手、そして右足のいわゆるコンビネーションというやつになっています。セットに座ってもなかなかうまくできない方はですね、イメトレを何度も何度も繰り返してください。正直、セットに座ってなくても全然できる練習です。スティック持ってなくてもいいです。何か椅子とかに座って、この膝とか太ももを叩いて、とひたすらイメージトレをすると。これはもうどこでもできる練習です。なので、これをひたすら繰り返してセットに座っても、ぎこちなくならずに、こうなんていうんですか、しなやかに、軽やかに、スムーズにできるように、これは何度も繰り返す練習をするということです。以上、とりあえず3つのリズムパターンに関しては以上です。で、もう1つの気をつけてほしいパターンは、180に気をつけろということと、もう1つは、16分音符に気をつけろという話です。どういうことかというと、曲中に結構16分音符を連打するフィルインが出てくるんですが、ここで走ってしまう人結構多いと思うんです。ちょっと極端に悪くやってみます。極端に悪いバージョン。こんな感じで、なんかぎこちなく感じませんか、今の聞いてて。タンタンツクタンタカ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 ツタンツクタンタカ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 タなんていう感じで走っちゃう人結構多いと思います。特にこの手首とか指の動きがまだなかなかマスターできてない人というか慣れてない方は特に気合が入ってしまうと速くなっちゃうと思うんですよ。でもこれやると結構演奏が台無しになってしまうので、
気をつけてください。僕もたまにやってしまうので、すごい気をつけています。うまくそれができないよという方は、チェンジアップという練習をやってみてください。チェンジアップ。テンポ100くらいにして、メトロノームをひたすらこう鳴らし続けて、で、4分音符、8分音符、16分音符でこの手を叩いていきます。最初は4分音符からスタート。で、その次は8分音符で叩いていきます。その次は16分で。で、慣れてきたらこれを全部つなげていきます。合間を置かずに。8分。で、16分。で、8分。で、4。この4分音符、8分音符、16分音符の切り替えはどんな順番でも構いませんので、まず自分なりにアレンジをして何度も何度も繰り返し練習するということです。で、テンポをどんどん上げていって、こう入っても。みたいな感じで、このリズムの切り替えを練習するということです。このチェンジアップができるようになれば、絶対フィルで走らなくなると思います。絶対ではないけども、走りづらくなると思います。走りにくくなると思います。頑張って練習してみてください。では、その2つが基本的に気をつけていただきたいことということでした。で、この先の話はほとんど余談で、余裕がある方向けなんですけれども、よければ参考にしてみてください。まず1つ目は、タム回しをいろいろと工夫するということです。例えば、いろんなところでこういうフィル出てきますよね。この時の手順をもうどんどんアレンジしちゃってくださいっていう話です。ズンタカタカタカトコ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 でもいいし、ズンタカ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 トコトコトコとかでもいいし、ズンタカタカタカドントンドンドンとかでもいいし。ズンタカタカタカドコタカドコトトとかこういったりとかこういったりとか、まあ、いろんなパターンがあると思うんです。例えばこんな感じでしょうか。これを180でやろうとすると結構大変だと思うんですけども、自分なりにあこれかっこよさそうだな、あこれ面白いな、これいいなとか思うものを見つけたら、作れたら、まあ、それを180で頑張って叩く練習をしてみてください。例えばこれがいいなと思ったらひたすら180で。失敗しましたが、そんな感じです。とりあえずフィルをいろいろタム回したりとかして遊んでくださいというのが1つ。で、さらに余裕がある方は、3拍目からこの始まるキックを絡めたフィルとかもトライしてみると面白いなと思います。3拍目でこういうのを入れて、4拍目で完結すると。ワン、ツー。こんなんです。ちょっとやってみます。で、これをテンポを上げてやっていくと。
フィルも入れると、結構迫力が出てきて面白いんじゃないのかなと思いますので、興味があったらぜひ臨床してみてください。で、その次はゴーストノートとかでしょうか。楽譜でいうと A2 セクションあたりで使うようなテクニックなんですけれども、このスネアをスネアにパサ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 っての入れるテクニックです。やってみます。こんな感じでパサ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 っていうのを入れるとなんか上手い人っぽくて面白いかなと思いますね。これも興味があったら練習してみてください。で、最後にまた番外編みたいな感じですけれども、スティックなんかを回してみて遊んでください。余裕がありましたら。使うスティック回しとしてはこの方法です。まあ、いろんな方法がありますけれども、いろんな方法がありますけれども、今回使うのはこれ。チップを肘の方に落として、でこのままこうくるっと回ったように見せかけてまた取るっていう、これやってるだけなんで全然回ってないんですけども、でまあ回してる風に見せるトリックという感じです。ほい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 。これがなかなか難しいんですよね。左手とかもなんか上手い人やるとすげえクイックにキレがある回り方するんですけども、僕はなかなかこれがうまくできず、たまにスティック吹っ飛んじゃうし。で、これを叩きながらやっていきます。これは正直僕はうまくできないので、興味があったら練習して鮮やかにできるようになってくださいという話になってしまうんですが、左手でハットを叩きながら、ここで回すと。こんな感じです。で、このリズムの中に組み込むときに、僕がお勧めしたいパターンは2拍目の後に回すパターンですね。1、2、3、4、1、2、3、4と。3拍目中に回す感じでしょうか。1、2、3、4と。やってみます。こんな感じのパターンです。で、慣れるとなんか両手でもできるみたいなんですよ。この。できね。これがすごいこの鮮やかな人だと本当もう華麗にもう超回しながらできるんですけれども、なかなかこう練習が足らないと僕今の僕みたいにすごい格好悪くなってしまうんですが、まあ、興味がある方はこちらも練習していただけると面白いかなと思いますのでぜひやってみてください。それではそんな感じでしょうか。基本的に180にちゃんとついていくということと、フィルで走らないということをしっかり守る。で、これがうまくできてきたら、タブ回しで遊んだりとか、キックを絡めたフィールとかで遊んだりとか、ゴーストノート入れで遊んだりとか、で、番外編でスティック回したりとかして遊ぶと、すごく面白いかなと思いますので、チャレンジしてみてくださいということです。じゃあ、そんな感じでドラム編は終わりにしましょうか。頑張って練習をして、クリスマスライフで使ってみてください。それではまた、次回というか、またの機会に。さよなら。ってね。